ビヨンズシーズニングスの里吉彩奈です。今回、ビヨンズコンサートツアー2024オータムディスコーティックにて初披露する、10人体制初の新曲、あー君に転生の振り付けを私、里吉彩奈が担当させていただきました。はい。今回はですね、まあ皆さんに新しいレディービヨンズをお届けできるように頑張って、みんなと協力して、今回楽曲作り上げましたので、ぜひお楽しみにしていてください。ハロステ、今回のお相手はジュースチュースの遠藤あかりとビヨンズ雨の森川海の高瀬くるみです。今回はこんな2人でお送りしていきますので、最後までお付き合いお願いします。さて、冒頭で里吉歌乃ちゃんから発表がありましたが、私たちビヨンズの秋ツアー、ビヨンズコンサートツアー2024オータムディスコーティックで新曲を初披露することが決定いたしました。うわー、そしてなんと、その曲の振り付けをメンバーの里吉歌乃が担当することになりました。いや、なんかこう、ハロープロジェクトの歴史の中で見ても、なかなかなかったことだよっていうお話もスタッフの方から聞いているので、ビヨンズとしてこう新たな歴史を作れたのかななんて思うとすごく嬉しく思いますし、ビヨンズに今までなかったような振り付けとか、ビヨンズメンバーで話してて、いつかこういう振り付け踊ってみたいね、こういう立ち位置やってみたいねって言っていたことの憧れとか希望がギュッと詰まった振り付けを里吉歌乃ちゃんが作ってくれたので、それを皆さんに見ていただけるのが今からとっても楽しみです。このツアーは来週末からスタートいたしまして、ツアーファイナルが11月18日に日本武道館で行われることも決定しておりますので、ぜひぜひたくさんの方に今のビヨンズを見ていただけたら嬉しいなと思います。お待ちしてます。はい、そしてジュースジュースも9月28日から秋ツアーがスタートします。トライアングルーヴ2ということで、前回ジュースジュースの先輩方がキュート、セクシー、クールのブロックがあって、今回はどうなるかすごく楽しみにしていただきたいなって思いますし、そして11月19日に日本武道館公演が決定してまして、ロージークロニクルさんがバックダンサーとして出てくださるということなんですけど、もうバックダンサーって私、してくださるみたいな、経験がないので、もう私もなんか後ろで踊ってくれてる、踊ってくださるっていうのがめちゃめちゃ緊張するんですけど、頑張ろうと思ってます。前回のトライアングルーヴのツアーファイナルの武道館は、ビヨンズがバックダンスで出演させていただいていて、そう、プラスそのキュートブロック、クールブロック、セクシーブロックとかってあったとしたら、その間をつなぐなんかダンスパフォーマンスみたいなこともやらせていただいていて、なんか自分たち的にすごく、自分たちの見せ方とか表現力みたいなのをすごくこう鍛えてもらった、こうコンサートだったなって思うし、あかりちゃんは、後ろで踊っていただいているのがこうドキドキするみたいな話をしてましたけど、踊っている側としては目の前でメンバーさんがパフォーマンスしている時のこうパワーとかをすごく近くで感じられるから、自分たちにとってもすごくいい刺激になったので、ロージークロニクルちゃんたちもこのこう日本武道館公演を通してまた新たな一面が見られるようになるんじゃないかなっていうのも思うので、どちらもすごく楽しみにしていけたらいいなと思います。それではこちらの映像をご覧ください。どうぞ。はい、リハーサルはできてると思うので、自分を信じて頑張っていきます。じゃあ、皆さん、
マリアが最初言ってくれたみたいに、すごく最後を感じる特別なシーンをいただいてるのも
ありがたいな、嬉しいなと思って噛み締めてやっているし、だけどモーニング娘。は私が卒業しても続いていくんだなも感じてる。なんかそれがなんかもはやなんか悔しいっていうか、なんかみんな、あ、そうだよね、別に私もいなくてもついていくんだよねみたいな、なんかそういうバチバチした気持ちみたいなのもかきたてられるツアーになってて、とても好きだなと思っています。アルバム曲で言うと、あの、私がこう燃えるシーンがある曲があるので、ぜひそれも楽しみに見て聴いていただけたらと思います。以上、モーニング娘。トゥフォーでした。ジュースジュースの遠藤あかりとビヨンズ雨の森川海の高瀬くるみがお送りしています。ハロステ。ここからは少しお互いのことを話していきたいと思います。はい、私からいくつか質問をするので、あまり考えずにパッとテンポよく答えていきましょう。頑張ります。来週末からの秋ツアーでは、地元栃木公演もビヨンズのライブと一緒におすすめしたい秋の栃木といえば何？ちょっとライブ会場からは遠いけど、日光の紅葉。おー、紅葉。最近ハマっているヘアアレンジは？まだまだ暑いのでポニーテールをしがちです。9月30日までハロステの YouTube チャンネルで、ハロープロジェクト2024サマーオールオブアースの前編映像が公開中。おすすめポイントは、全体像が見られるので、お客様の様子や応援席の様子を見てほしいなって思います。甘党ですか辛党ですか？どっちかっていうと甘党かな。メジャーデビュー6年目に入ったビヨーンズ、自分の役割の中でデビュー当時と変わったと思うのはどんな部分？デビュー当時に比べて、メンバーたちに背中を預けられるようになったかなと思います。はい、もうどれも気になる質問ばかりだったんですけど、はい、あのデビュー当時と変わったことはどんな部分っていうところ、うん、ちょっとあのかっこつけた言い方しちゃったなって。いや、すっごいかっこよかったです。ちょっとあの後々恥ずかしい気持ちにはなったんですけど、まあ、あのデビュー当時は年齢が一番上で、はい、でなんかこう当時中学生の子たちとかもいたから、うん、なんか自分が引っ張っていかなきゃ、頑張らなきゃみたいな感じで、こう今思うとすごく切羽詰まってたなって思うんですけど、なんかそんなことしなくてもみんながすごくこうたくましくて、ちゃんとなんかこう人間できてる人たちだから、そんな気を張らなくていいかもしれないなってこう活動する中で思い始めて、今ではなんかこう自分で言うのもあれですけど、ちょっといじられキャラみたいになりつつある自分がいて、なんか自分的にはそうなれたのがすごく嬉しいし、なんか自分的にそうなれたのも、みんながすごく私に寄り添って、なんかくるみん頑張りすぎなくていいんだよって、こういろんな場面で伝えてくれていたからかなと思うので、そんなところが自分的にもなんかみんな的にも変わったことなのかなと思います。遠藤あかりちゃんへの質問は VTR の後で。ハロステお茶の間、誰かとの日で踊ってても、私は私で一生でも上等。ちはやぶる発売中。ハロステ、続いては私からあかりちゃんに質問をしていきたいと思います。頑張ります。ジュースジュースに加入してから2年が経過、赤ちゃんから成長したと思う部分はどんなところ？フリーズしなくなったところ。かわいい。夏のハロープロジェクトのツアーではロングスカートに苦労したという遠藤あかりちゃん、次にチャレンジしてみたいのはどんな衣装？ロングコート。おお、またロング。夏のハロープロジェクトのシャッフルコーナーで共演した私とあかりちゃん、一緒にパフォーマンスして印象的だったことは？たかしさんの演技力。おお。秋に食べたくなるお野菜は？王道なんですけど、さつまいも。うん。来週末からは新体制で初めてのツアーがスタート。このツアーでの自分の目標は？いろんな私を見せる。おー、かっこいい。赤ちゃんだったんだね。赤ちゃんだったみたいです。赤ちゃん、まあでも入ってきた時まだ中学生とかだったんだね。は
はい、中学2年生でした。そりゃ赤ちゃんって言われるわなそして触れてくれという指示があったので、シャッフルコーナー、はい、夏のハロープロジェクトコンサート一緒にやりましたけれども、はいはい、この曲って結構こう、うん、自分の演技力みたいな表情だったりとかそういうのが大事だったりする曲なので、うんうん、結構私は最初苦戦したりとかもしたんですけど、もう高瀬さんはもう最初からパーってもう最初から演技とか表情とかがもうこの曲ぴったりな表情をされてて、うん、でもなんかこうこの楽曲って、はい、あかりちゃんとかあと一緒にやってたモーニング娘。と4の井上遥ちゃんとかの年齢からすると、はい、ちょっとやっぱ大人な曲だったりもするので、それをこう先生たちから求められていて、はい、それをこう頑張ってこう自分の引き出しから出してどうやったらそう見えるかなってやっている、はい、あかりちゃんとかはるかちゃんを見てすごく自分的にも刺激をもらったし、はい、なんか私とかその一緒にやっていた上國料萌さん、小野みずほちゃんとかを見て、あ、こういう風にやったらいいんだって思ってもらえてたらいいなって思って自分もパフォーマンスをしていたので、はい、こうやって言ってもらえたのはすごく嬉しいなと思います。ハロステこの後も続きます。夏焼きみやびです。さあ始まりましたハローキッチン、今回はこちらのメンバーに来ていただきました。お茶の間の米村きららです。お料理頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。先生今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ今回は何を作りますか。はい、今日はアクアパッツァ。はい、すごい楽しみですはい、材料はこちらです。さあということで、キララちゃんはお料理は普段しますか。はい、私結構するんですよ。あ、そうなんだ。そうなんです、うん、どんなお料理を。ホットケーキとか、うん、あ、いいね、そうめんとか、うん、結構作るんですね。へ、いいね、いいね。いいんじゃないですか。そうなんですよ、うんうん、だから結構才能あるかなと思って、うんうん、おちょっと久々にできるメンバーいや、ちょっと嬉しいです ね、やったぜ。はい、楽しみですね、はい、見せてください。それでは頑張っていきましょう、はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、それでは先生、早速始めていきましょう。はい、ではまず、エビを殻を剥いていきたいと思って。はい、難しい。殻剥いたことあります。あるかな。ある。ちょっとありますね、多分。かゆくなったりするかもなんで、はい、手袋つけていきましょうか。はい、僕、ちょっとコツがあって、はい、こういっぱい節があるんですけど、うん、ここのね、1、2、3番目をこう引っ張ると、うん、結構ツルリンといくので、こっちもこうやって抜くんですね。私、はい、足の方からこうやって行ってました。いつもここですよね。そう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 、つるんと取れる、うん、でその最後の時にね、足もくっついてるんで、うんうん、一緒になんかペロッと取っちゃう。意外と難しいですね残っちゃう。あ、まあ別に残ってもいいですよ、綺麗に取っちゃえばいいんですけど。あ、でもすっごい、うん、はい、どうですか。で、上手にできた、はい、最後のここ一個だけ残してるねじゃじゃん。おお、すごい上手に。これは期待持てますね、今日は。いいですね。本当ですか。はい、よし、はい。はい。できました。せっかく手袋してるんで、うんうん、こいつも一緒にホタルイカを用意したんで。はい、ホタルイカはね、目とくちばしを取りたい。なんで取るんですか、これは。これちょっとね、硬いんですよ、どれも。食感。うん、なんかガリッとしちゃうんで、うん、あと若干雑味がある。すごい、これ全部食べてました。できました。はい、はい、すごい。したら、うん、ね、ちょっとエビを切るので、うんうん、右手だけ手袋を取っちゃって、はい、こんな感じで先に全部切り込み入れて、はい、で、ワタ取るのを後にしますか。おー、そう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 。あ、いいです。いいですか。うん、あ、ね、飛び出てきた。あんまこう動かさないで、そのままでこっちに切るから、一回でいくから。そうそうそう。で、そう来たら、キュッと上に。あ、そうです。うん、はい、うん。いいと思います。さあ、それでは続いては。はい、アサリをですね、ちょっと、
砂抜きしておきたいと思うので、このボウルの中に入れてもらっていいですか、アサリ。アサリをですか、はい、こうやっていっていいんですか。優しく入れてください意外と大雑把。いやいや大丈夫です、ガサッとでちょっと軽く水洗いしましょうか、はい、はい、でここに塩ほんの一つまみ、もう一つちょっとさ、はい、あんまり明るいと恥ずかしがってみたいな、うん、ちょっとこうしておきますね、はい、ちょっとさあ、それでは続いては、はい、はい、続いてはなんですけれども、お魚もね、今日ちょっとあのまるっとしたまんまで本来来たかったんですけど、なかったので切り身に来たんですけど、うんうん、はい、一応骨がついてるやつですね、うん、よくあのお肉とかお魚に先に塩振るじゃないですか、はい、塩コショウみたいな、はい、あれ今日塩コショウしないやり方でいきます、うん、はい、はい、はい、ではここでニアビズポイント、魚は塩水につけるです。はい、はい、これはこれはですね、はい、直接塩を打つとこう水分出てきちゃって、その時うまみも一緒にちょっと逃げちゃうので、もともと海水にしょっぱいところにいるじゃないですか、うんうん、はい、でさらにしょっぱい塩水を作って中に塩を入れちゃおうっていうやつなんですけど、うんうん、なるほど、水これちょっと 700cc ここ入れてもらって、はい、700cc、 はい、10% のお塩、 10%、 これ全部入れる、 70g、 とんでもないですね、すごい大量のお塩が、はい、あ、これ頑張っていっていいですか、はい、じゃあ大丈夫、今の先生が悪かったかな、そうですよ、頑張っていっていいよって言ったから、いや、聞いちゃったそーっとかは難しいですね、はい、あ、でこれね、よく混ぜる、なかなか溶けないですこれ、あ、そうなんですね、はい、あ、でももう溶けたら、はい、そのお魚をこの中に浸すんですけど、はいはい、ちょこっと入れちゃう、ちゃぽっと、ちょこっと、ちゃぽちゃぽねバーンじゃなくてちゃぽです、魚とか結構初めて持ったかも、あ、本当ですか、すごい、ちょっと測めてあると、はい、では、9月にニューシングルをリリースしたということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます、はい、今回はどんな楽曲になってますか？今回は、うん、ちはやぶる、はい、あと友達天体図っていう両 A 面シングルなんですけど、うん、ちはやぶるはもう日本の強い女性、うん、キビキビキビブンブンブンっていう感じでもう激しい曲になってますねそうなんですね、そうなんです、で友達天体図はもう友達との関係、はい、イエーイみたいな可愛い感じの曲で、もう友達と本当仲良くしていこうねみたいな曲で、うん、結構もう正反対な感じなんですけど、うんうん、確かにもうお茶ノーマのこのちょっと違った表情とか見れるかなと思うので、はい、うん、ぜひたくさんの方に届いてほしいなと思うシングルです、はい、ちなみにあのちはやぶるの方のミュージックビデオの方では、はい、何かすごい大変なことがあったというのを、そうなんですよもうこれは聞いたんですけど、大変大事件で、はい、MV 撮影に行ったら、うん、突如アクションの先生が現れまして、うん、なんか武器、こういう鎖につながれたトゲトゲのボール、はい、こう2個ついてるこう武器があって、うん、それをなんか今からオーディションしますって言われて、うん、米村と、そうです、うん、米村と久保田来てくださいって言われてそれを渡されて、これでいい感じになんか振り回してパフォーマンスしてくださいって言われて、びっくりじゃないですか、うん、そんなことできないと思って2人とももうすごいすごいものを披露したんですね、おで、それは自分自身で考えたやつを、なんか一回先生がお手本見せてくれて、あ、なるほど、こんな感じで使うものなのでやってみてくださいみたいな、はいはい、でやったんですけど全然上手にできなくて、うん、久保田の奈美ちゃんと結構いい感じだったんですけど、うん、そのオーディションで選ばれたのがなんと私で、えなんか多分練習すれば良くなる可能性を見出されたっぽくて、その場ではちょっと微妙だったけどそうなんです、ね、これ伸びしろあるぞと、そうです、で選ばれてやったんですよ、すごい、ただもうそれの武器が結構なんか軽めなんですね実は、うん、あ、そうなんだ、そうなんです、いかついんですけど実は軽くて、うん、だからもう振り回っちゃって自分の体に当たるんですよ、うん、遠心力で超難しかったんですけど、うん、撮影の時はもう本当これを重く見せなきゃいけないからっていうので、あ、真剣な顔してこう頑張ってやりました、お、はい、いい感じに結構使われてるので見てほしいなと思って、うん、で私たちもね先生先ほど見ましたけど、本当にキララちゃん
なんか真剣な凛々しい顔をして、ね、かっこよかったですね。かっこよかったですね。ぜひそちらもチェックしてほしいですね、うん、はい、ぜひ見てください。はい、はい、じゃあこれ塩水につけて取り出したやつで、はいはい、これねちょっとまだペーパーで拭いたんですけど、うん、若干濡れてるんで、うん、ラップしないで、うん、このまま冷蔵庫に入れてちょっとで乾かしちゃいます。はい、はい、ニンニクを剥いてもらって、うん、ちょっとね切ってもらいたい、うんうん、はいはい、あとまた手でポロンと剥いて。ニンニク初めてやりました。これお、これは何ですか。魚、これがアンチョビなんです。アンチョビ、これが、え、アンチョビって何ですか。アンチョビ、イワシのね、なんだろう、オイル漬け、オイル漬けみたいな、はい、アンチョビ、はい、はい、ということで、はい、アンチョビカットが終わったので、もう今回はですね、はい、ここまでとなります。あっという間、あっという間、ちょっとキララちゃんが思った以上に勢いが良くてそうそうそう、お料理のスピード感がめちゃくちゃ良かったので、本当ですか。ちょっと後半もね、はい、どんどんこう、ね、はい、どんどんこうスムーズに、はい、楽しくお料理できそうです、はい、はい、ということで今回ここまでです。次回お楽しみに。え、楽しい楽しい、ね、そうなんです。私はエビカルチョーっといいですよ。でもバランスよくやった方が華やかになり、はい、いただきます。うん、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 どんな時でも応援してるよ。神奈川県出身、中学2年生、13歳の西村一樹です。ハロープロジェクト愛を誰かに伝えたかったからです。ビヨンズさんのメガネの男の子を聞いて、なんだこれってなって、なんかいろいろ調べるようになりました。西田しおりさんと生田絵里奈さんです。二人ともなんかすごく声を聞いてて幸せになれる声なんですよね。私が聞いててそれが大好きです。未来の太陽です。歌詞がなんかすごく寄り添ってもらえるような歌詞が、すごく安心するような曲だからです。おばあちゃんになって畑でワンちゃんをいっぱい飼うことが夢です。犬の気持ちがわかるとこです。今は散歩行きたいんだろうなとか、おやつ食べたがってるなとか、ちょっと眠たいのかなとか、そういうのを感じ取るのが得意です。イングリッシュスプリンガースパニエルの男の子で、なんかすごく人間のことが大好きな可愛いワンちゃんです。周りをよく見てるハロプロ愛の強い人です。周りをよく見てるって言われて、なんかすごく嬉しかったし、ハロプロ愛の強い人って言われたら、あ、まあそうなるかみたいなそういう感じですかね。焼き鮭です。ご飯と一緒に食べれるものがすごく好きで、あっという間になくなるんですよね。ボルダリングです。お家の近くのところにボルダリングをできる場所があって、一回やって楽しかったので、好きなスポーツはボルダリングです。ホットピンクです。西田しおりさんの、あのメンバーカラーがホットピンクっていうので、なんかいろいろ身の回りのものをホットピンクにしていたら好きだなって思えるようになったからです。飼ってるワンちゃんを連れて海に行って水遊びをしたいです。この刃になりかけの歯です。刃がすごく大好きで、入ってきてすごく嬉しくてはしゃいでたんですけど、ちょっと最近生えてこなくって、ちょっと短いのでちょっと悲しいです。マッチを持っていきます。お魚を取って焼いたりできるのと、暖かくなるのと、あと電気じゃない、照明の代わりになるからです。私はハロープロジェクトが大好きなので、ハロープロジェクトの大先輩のお決まりのセリフを言わさせていただきます。許してにゃん。You got
さか名前が呼ばれるとは思わなくて、ちょっと緊張しすぎて声が震えてしまって、ちょっとショーはちょっと難しいかなって思っていたら名前が呼ばれて、もう嬉しいって思うしかなかったです。パフォーマンス部分だと歌い方を何回もその曲を聴いてこだわったっていうのはこだわりポイントかなって思います。私はダンスを未経験で加入したので、他のことをやっていて、やっぱダンスがちょっと苦手だなって感じることが多いので、もっとかっこよく踊れるようになりたいですね。私はさっきも言ったようにダンスが少し苦手なので、もっとキレキレに踊れるように頑張ります。応援よろしくお願いします。今回のハロプロ研修生コーナーは西村いつきちゃんでした。西村いつきちゃんは、はい、ビヨンズのことをすごく好きだって、うん、こう強く愛を語ってくれる一人で、はい、こういう番組とかにレッスン風景がね、うん、乗る時とかに、はい、ビヨンズの T シャツとか、うん、あとは尊敬する先輩として挙げている西田しおりちゃんのメンバーカラー T シャツを着てくれていたりっていうのをたくさん目にしているので、はい、なんかすごく嬉しいなって思うのと同時に、うん、なんか自分がこう見に来られなかった公演とかのグッズとかも手に入れてくれていて、それをなんかこう先輩の宮本かりんさんの SNS に載るときに T シャツ着てくれてたりとか、はいはい、FSK を並べてくれてたりとか、すごくこうこんなにも愛をアピールできるっていうこともまた一つ才能なのかなって思って、すごいな、ハロプロ愛、そしてビヨンズ愛に溢れていてありがたいなと思っていつも見させていただいております私はパフォーマンスが、うんうん、すごい研修生発表会の映像とかを見させていただいた時に、こう歌声のこう、うん、低音の迫力がすごくかっこいいなと思っていて、その低音がかっこいいのってすごく個性だと思うし、かっこいいなって私個人的にすごい憧れなので、うん、すごいもうその低音の迫力をこうアピールして、歌もビヨンズさんの愛もたくさんアピールして欲しいなと思います。これからのハロプロ研修生にもご注目いただけたらと思います。ということで、次回のハロプロ研修生コーナーもお楽しみに。ハロステ、ジュースジュースの遠藤あかりとビヨンズ雨の森川海の高瀬くるみがお送りしていますハロステ。ここからはハロープロジェクトちょこっとナンバーワン。イエーイ。ハロープロジェクトの全メンバーにちょこっとしたテーマでアンケートを実施、誰がナンバーワンなのかをランキング形式で発表していきます。今回のテーマは雑談力がすごいメンバーです。おー、誰だろう。私はジュースジュースの、うん、川島美樹ちゃんが普段一緒に活動してて、うんうん、すっごい喋るんですよ。そうなんだ。はい。私高瀬は確かアンジュルムの後藤花ちゃんに投票していたような気がしていて、はい、うん、いろんなお話をいろんな人にしているのを目にするし、私にもすごくいろんな話をしてくれるので、はい、入ってるんじゃないかなと思いますハロステ。まずは第3位、投票したメンバーからのコメントは、初めて会った時にすごくいろんなことを話しかけてくれて、全然話が止まらなくてすごかった。これは椿ファクトリー谷本亜美さんからですね、うんうん、で、少しでも時間があるといろんな人のところに話しかけに行っていて、コミュ力すごい。これはお茶の間久保田奈々美ちゃんからですね。おお、それでは発表していきましょう。雑談力がすごいメンバー第3位は7票を獲得しました、アンジュルムの後藤花ちゃんと
もう一人います。投票したメンバーからのコメントは、誰とでもどんなことでも優しく楽しく話しているイメージ。これは椿ファクトリーさんの小野瑞穂さんから。うんうん、で、知識が豊富で誰とでも仲良くお話しできるがアンジュルムさんの伊勢レイラさんです。雑談力がすごいメンバー第3位は同じく7票を獲得したモーニング娘。24の小田さくらさんです。おお、入ってた、はなちゃんやっぱり入ってた。はい、私あの小田さくらさんとは、うん、あの直接あのなんかすれ違いざまとかにあのたくさん話しかけてくださったりとか、うん、あのその衣装何だかなのとか、あ、確かに大変だねとか、あとはトウモロコシの会話をしたのを覚えてます。トウモロコシ急にトウキビいっぱい食べたって話しかけてくださいました。かわいいハロステ続いて第2位は投票したメンバーからのコメントは、食事に行った時にずっとお話ししてくれて、話が尽きないのも脱線しないのもすごいなと尊敬でした。これはジュースジュース松永里愛ちゃんからですね、うんうん、そしてとにかくトークが上手、聞き上手だし話し上手、お茶の間の石栗かなみちゃんからです。はい、誰だろう、はい、すごい気になる、気になる、はい、じゃあそれ雑談力がすごいメンバー第2位は10票を獲得したモーニング娘。24の桜井里央ちゃんです。おー、里央ちゃん、里央ちゃんはあの同期なんですけど、うん、すごいもうずっと行ったらいろんな話題出してくれるし、うんうん、もう一緒にいて困らない、うん、なんか一瞬静かになっちゃったりするとあれじゃないですか、うん、でももうそんな瞬間が一度もないですし、すごい楽しそうに話聞いてくれるのがすごく嬉しいし、うん、もう話してて楽しいメンバーだなって思います。気になる第1位の発表は VTR の後で。
私はメダカが好き。ジュースジュースの遠藤あかりとビヨンズ雨の森川海の高瀬くるみがお送りしています。ハローステー、ハロープロジェクトちょこっとナンバーワン。今回のテーマは雑談力がすごいメンバーです。第3位はアンジュルムの後藤花ちゃんとモーニング娘。24の小田さくらさん、うん、そして第2位がモーニング娘。24の桜井里宇ちゃんとなっております。それでは雑談力がすごいメンバー第1位、こちらの方です。はい、私とですね、この方はハロプロ研修生の同期で、今グループが違うのでたまにしか会えないんですけど、でもそのたまに会った時にすごく話しかけてくれて、話題もたくさん振ってくれて、本当に話しやすくて、すごい一緒にいると元気になれるので、雑談力すごいなと思います。雑談力がすごいと思うメンバー第1位はモーニング娘。24の横山玲奈ちゃんです。びっくりですね。なんかこう雑談力って、こうお仕事でのそれこそ MC だったりとか、そういうことでもないじゃないですか。なんかこう楽屋での雰囲気とかをみんなが見てくれて、そうやって入れてくれたのかなって思ったら、めちゃめちゃ嬉しいです。本当にありがとうございます。ゆみちゃんさ、2011年生まれって私聞いたんだけど、はい、公式ホームページから、はい、本当？はい、マジ？ってこと今何歳なの？13歳です。13歳、10個も違うんだけど、やばくない？だからゆみちゃんが生まれた時に私はもう10歳なんだよ。なんとびっくり、本当に可愛い。でもさ、身長何センチ？156です。156なの？はい、マジ？3センチ伸びますよ、多分。今でも伸びる？いける？ 23 歳いける？まだ。何食べればいい？どういうの、どういうの食べ物好きなの？私、ハンバーグ？ハンバーグ好きなの？かわいい！てかさ、ポニーテール自分でやってんの？お母さん。お母さんにやった。今日も？はい。今日ちょっと朝早かったじゃん。はい。早く起きて、お母さんにやってもらったの？かわいい。いや、それめっちゃ上手なの。そのなんか、ホテルとかは、うん、下ろしてくるって。そっか、ホテルでお泊まりだった日はどうするの？自分で頑張ってやってるの？なんだと思いますか？なんだと思いません。急に来るやん。なんだろうね。メンバーにやってもらうとか。正解。誰にやってもらうか当ててもいい？じゃあちょっと、はい、橋田ほのかちゃん。あー、うわ、違いそうだな。どう？正解。はい。本当に？でも、なんかそれは一日だけで、うん、最近は、違う人が。誰だ？担当。担当いるんだ。ヘアメイクさんいるんだ。相馬ゆめヘアメイク。誰だろう。ちょっと正解お願いしてもいいですか？そろそろ。村越あやまちゃん。あやまちゃんできるんだ。はい。でも確かに器用そうだわ。メイクとかも上手だもんね。上手です。じゃあ毎回やってもらってんの？かわいいね。ちなみにさ、今日さ、今さ、ほら、今、ライブのさ、2公演目の前じゃん。で、2公演目さ、三つ編み褒めてくれたじゃん。はい。かわいいですって言ってくれたじゃん。はい、ちょっとさ、今回変えてみたんだけど、ちょっと。巻いてて。そう、巻いてて。おろしで。うん。編み込んでて。うん、ありがとう。あの、おろしも、結んでても、かわいいです、うん。ありがとう、大好き！
ということで、雑談力がすごいメンバー第1位は11票を獲得したモーニング娘。24の横山玲奈さんでした。いや、さすがのさすがの雑談力でしたね、はい、見ました。途切れることのない会話と、はい、なんか次から次へと相手への質問が出てくる感じ、すごい納得の1位ですね。びっくりしちゃった、はい、私はこの夏のハロコンで、うんうん、横山玲奈さんと一回お話しさせていただいたことがあって、うん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 、もうその時にも初対ほぼ初対面だったんですけど、初絡みでこんなに喋れるものなんだと思ってなんかいつかまた出会ったら弟子入りしに行きます。楽しみです。雑談力高めようと私は思いました。頑張ります。はい、ハロープロジェクトちょこっとナンバーワン、次回のテーマもお楽しみに。ハロステ、ジュースジュースの遠藤あかりとビヨンズ雨の森川海の高瀬くるみがお送りしています。ハロステ、そろそろお別れの時間となりました。ここでお知らせです。来週末から秋のツアーがスタートします。ジュースジュースコンサートツアー2024トライアングルーヴ2。ジュースジュースの初日は28日の埼玉県本庄市、11月19日日本武道館公演で行わさせていただきます。ビヨンズの秋ツアー、ビヨンズコンサートツアー2024オータムディスコーティック、こちらの初日は29日の埼玉県三郷市公演となっております。そしてツアーラストは11月18日日本武道館公演をやらせていただきます。ぜひお越しください。10月23日にジュースジュースコンサートツアー2024ワンライン上村あかり卒業スペシャルのブルーレイが発売されます。たくさん見てください。そして11月20日にビヨンズライブツアー2024スプリングパーソナリティウィングスオブドリームズのブルーレイも発売になります。ぜひご覧ください。そしてジュースジュースは10月4日にモテギナイトライブに出演させていただきますので、ぜひ見に来てください。ビヨンズフィフスアニバーサリーイベントビヨンズの開催が決定いたしました。10月12日が埼玉公演、10月19日が大阪公演となっております。私たちのこだわりが詰まったイベントになると思いますので、ぜひ遊びに来てください。そしてビヨンズは10月26日栃木県の那須で行われますライブ SDD 那須2024に出演いたします。そして11月9日滋賀県で行われます滋賀アイドルコレクションにもビヨンズ出演させていただきます。こちらのイベントにはロージークロニクルも出演いたします。ぜひぜひお越しください。ハロステはハロープロジェクトのメンバーがどんどん登場してくるチャンネルです。毎週水曜日に新着動画がアップされますので、ぜひ高評価、コメント、チャンネル登録お待ちしております。お相手はジュースジュースの遠藤あかりとビヨンズ雨の森川海の高瀬くるみでした。さようなら。